やっぱりそのテクノロジーが発達して、やれインターネットだコンピューターだで世の中すごく変わってしまって、曲を作るのにももういいソフトが簡単に作れたりとか、情報もちょっとパソコン開ければバーッと全部入ってきたりとか、だから逆にその我々受け手側がどういうものを選んでいくかがすごく大事で、音楽もそうですよね。今みんな使い捨てで、みんなも当てつけられちゃう。日本は俺が思うに、そのいろんな文化がすごく発達っていうか、すごく注目されて、アニメとかこと音楽に関してはやっぱしまだまだ世界に向けてはすごく弱かったんだけど、まあでもここのところ結構いろんな面白い若いアーティストが出てきてるので、我が国の音楽にちょっと期待はしたいですよね、うん、西洋はやっぱしそのなんか自分たちで生み出す、うん、っていうことがあるので、なんか日本初のなんかこう音楽、まあ、日本だけじゃなくてアジアもっと頑張んないとみたいな感じがしますよね。ついこの間何十年かぶりにバタフライエフェクトっていうアルバムを出したんだけど、また次の話が来てるので、まあ、今回のマニラが終わって、うん、年末、まあ、日本で何本か DJ して、その後にちょっとまた新しいものを考えていこうかなっていうことですね。かなり年取ったけどね、まあでもみんな待ってるから、これ行くよ。そうだな、すごくいいアーティストいっぱいいるんだけど、まあ大きく見るとやっぱその個性的なもの、なんか彼じゃないとあの音絶対出てこないよねとか、 DJ スタイルもそうだし、プロダクション作品もそうだし、やっぱ、まあ、ヒップホップでいうとプレミアはプレミアなりの音がバーンってすぐ聞けばわかるっていう、なんか DJ クラッシュは DJ クラッシュの音だよねっていう、その個性がすごくあるアーティスト、誰の真似でもない、自分自身を持ってるアーティストは音楽家だけじゃなくて写真家、絵を描く人、スケーター、いろいろいるじゃないですか。そういう人たちは僕はすごい興味ある、うん、人にメッセージを言えるほど僕は立派な人間じゃないですけど、ただ言えるのは、僕は本当に家がお金持ちじゃなくて貧乏で育って、おもちゃも買ってもらえない中で、学校もそんなに行かなかったっていう中で、こうやって自分で信じるものを一生懸命やってきて、今の DJ クラッシュっていうものがあるので、山あり谷ありだけど諦めないで進んでってください。